どうも、アートクです。今回はビビアミオブザデッドイベントで追加されたシャーリーについてです。今回のイベント、トップ側ではバイオハザードコラボになってて、シャーリーは、レオンらしいです。Google サーチから引っ張ってきたんですけど、ちょっと画像荒くてすいません。で、このシャーリーなんですけど、陸軍の反撃英雄で、まあ、スネークアイズとかズイールの上位互換です。陸軍の反撃のこの右側のやつですね。ということで、皆さんどんな挙動するのか、まあよくご存知だと思いますので、今回はスネークアイズと並べて比較してみようと思います。今回は雑にブラウザを並べるという試みをしております。まず基本性能ですが、50% の回線シールドを持ってます。これはスネークもシャーリーも一緒ですね。で、全2列の陸軍ユニットが 20% の復讐効果を2つ獲得する。この復讐っていうのがメインの反撃能力になりますが、これも両者とも同じ値になってますね。で、違うのはここからです。シャーリーは、全2列の陸軍ユニットが耐性効果を1つ獲得します。耐性効果、ダメージを受けると、耐性の効果を1つ消費して、1回のダメージを無効にするという、ちょっと強力そうな効果です。後ほどご紹介しますが、実はこの耐性効果、スネークアイズはレベル7専用スキルでゲットできる能力です。で、パッシブスキル若干挙動が違いまして、復讐効果が発動時、1回の反撃が発動し、敵の現在の生命が最も少ないユニットに 90% のダメージを与えるというのがシャーリーなんですが、スネークアイズは 80% のダメージです。若干上昇してますね。で、シャーリーは復讐効果をすべて使い切ると、敵の現在の生命が最も少ないユニットに追加で1回 15% のダメージを与えます。防衛時ならその 15% が3回に増加して、まあ、45% のダメージになると。15% はどうなんでしょうね。ビビたるもんな気もしますが。で、対してスネークアイズがどうだったかというと、復讐効果で枠内のユニットをすべて破壊した時にダメ増 15% をゲットと。ダメ増バフ値の低い無課金税的には、ダメ増 15% の方が良さそうな気がしないでもないんですが、枠内のユニットをすべて破壊って、それもう戦闘終了間近ですよね。で、他のスキルとか攻撃で倒しきっちゃった場合は意味ないっていうことを考えたら、まあ、シャーリーのパッシブスキルの方が優秀かなという気がします。まあ、優秀というより使い勝手がいいとか活躍する場面が多そうっていう感じでしょうかね。ということで、基本能力には大きな差はないですが、まあ、耐性1回分がついたっていうところと、パッシブスキルの使い勝手がちょっと良くなったっていう感じでしょうかね。さて、専用スキルの方も確認してまいりたいと思います。シャーリーとスネークアイズの専用スキルです。レベル3まではもちろん特に差はありません。で、レベル5の専用スキル。シャーリーの方はですね、回線シールド 30% になっておりまして、スネークアイズは 38% の回線シールド。あれ、シャーリーの方が弱体化してね。そう思ったそこのあなた。ありがとうございます。よーくご覧ください。スネークの方はですね、味方全2列の陸軍ユニットに 38% の回線シールドなんです。シャーリーは全2列の指定がないので、まあ全体の陸軍ユニットに回線シールドっていう感じです。ちょっと薄めて全体強化っていう感じですね。で、復讐効果による反撃ダメージがプラス 45%、スネークアイズのプラス 40% から強化されています。微妙にですけどね。で、追加ダメージは増加しないということです。さあ、専用7ですが、このチャンネルの視聴者の方にはね、あんまり縁がないんじゃないかと思いますが、まあ、石油王さんとか上級国民さんたちのことも少し紹介しておきましょう。レベル7専用スキル、シャーリーは、復讐効果がすべての味方陸軍ユニットに適用されるようになります。9マスすべてです。なんかさっきの回線シールドもそんな感じでしたよね。で、復讐効果による反撃ダメージがプラス 25%、追加ダメージは増加しないと。9マスで反撃プラス 25% と。対してスネークアイズは、味方全2列の陸軍ユニットは1つの耐性効果を獲得。これはもうシャーリーが基本能力として備えてるやつですね。ここまで来てようやく追いついたかと。で、復讐の反撃ダメージがプラス 40% と。これは全2列だけですね。レベル5と合わせたら、シャーリーは、反撃ダメージが、プラス 70% で9マスで反撃すると。スネークアイズはプラス 80% のダメージで、
全2列6マスで反撃すると。ここまで来ると、シャーリーの印象は、まあ、薄く伸ばして後列まで強化しましたよっていう感じですね。で、とりあえず au 置き換えればいいのねって話なんですが、そうです、その通り。花から専用スキル作ってないっていう方は、もう置き換えたら間違いなく強くなります。なんたってレベル7専用スキルの耐性がつきますからね。まあダメージ無効化たった1回だけですけど、まあ6マス分は間違いなくぶん殴れると。無課金というのは基本的に何もできずにノックアウトされることが多いので、気持ち的にこれはでかい気がします。悩ましいのは、スネークアイズ専用スキルレベル5まで作っちゃったけど、シャーリーの専用5まで作る破片持ってないよっていう方。回線シールドとか反撃ダメージの増加分を考えると、多分それはスネークをそのまま使った方がいいんじゃないかと思います。レベル7専用スキルまで作ろうとしてる方も同様です。違ったらごめんなさい。で、このシャーリースネークに関しては、英雄の単体性能がどうこうより、誰と組ませるかっていう話だと思います。一応運営さんのおすすめ的には、ミーチェありきなシャーリーの組み合わせになってますが、鉄壁英雄、ミーチェ、エウレカ、デューク、誰取るか。みんな追撃効果持ちの鉄壁英雄なんですけど、ミーチェは火ダメ減少効果が、まあ、全体にある。エウレカは全2列に、火ダメ減少効果がめちゃめちゃある。後列は、まあなんか援護効果でダメージ受け負う。デュークは追撃した時に衰弱効果。で、シャーリーの専用スキルが、まあレベル5とかもしくは専用スキルなしで運用するなら、むしろエウレカの方がいいんじゃないかと思うんですよ。全2列が反撃の要になるわけですからね。アリティナの攻撃強化も全2列 100% に後列 60% って具合ですから。なので、無課金、美課金層だったら、エウレカ、アリティナ、シャーリーで決まりじゃないかなと思うわけです。そんなわけで、シャーリースネークアイズの比較紹介のコーナーでございました。まあ、本当にちょっとずつちょっとずつインフレしていってますね。以前のような急激なインフレじゃないのは助かります。無課金、美課金の乗り換え時としては、まあちょうどいいんじゃないかなという気がします。今回この動画の紹介に使ったアカウント、汎用陸軍で運用してるんですけど、ちょうどいい機会なのでお迎えを検討してみようかなと思います。1ラインで全て防衛賄ってるので、どうしたもんかという気はしますが、まあ破片も結構余ってますからね。ところで、よく考えたらスネークアイズってコラボ英雄ですよね。バイオハザードはなんでコラボにならんとビビアミオリジナル英雄になったんでしょうね。まあ権利関係とか、まあ、日本のバイオハザードだからいろいろややこしいんでしょうね。さて、このコラボ1ヶ月くらい続くわけですが、シャーリーの右側にいるこの子。この子が海軍鉄壁、デスコの上位互換という噂です。まあデスコいつの英雄やねんって話ですからね。3ヶ月前くらいにデュークおじさんに、専用スキル破片突っ込んじゃったので、僕は涙目です。ということで本日はここまで。よろしければ、高評価やチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。